オキドキへのアラーム？ひょっとして隠し部屋の時計のことですかな？お、知ってるんですか？そうですけど。ふふふふ、そうですか。ふ、ふふふ。不敵な笑みを浮かべてますね。なんだ、なんなんだ。ふははははは。あーははは。笑い死ぬからやめなさい。笑い死ぬから。あ、もう死んでたか。最初の、一体どうしたんですか？失礼いたしました。愚僧ともあろうものが。あまりにもおかしくての。おっと、それがなんか重要なんでしょうか。何がですか？鳥様の時計のアラーム。はん、そんなもの、鳴るはずがないでしょう。え？なんだ、そしたらもうかなり結構追い込まれるぞ。なぜですか？時計はちゃんと動いてました。少しはその頭を使いなさい。アラームの音で、隠し部屋の存在がバレたら何とします？ああ、革命派的には。まあまあ、そうか。そっか、あなた知ってんのか？あの時計の存在は。あ、まさか。常にオフにしているに決まっているであろうが。それはやられたな。そうなると、残念。弁護人の主張は完全に崩れますな。あれ、話が違うんですけど、それ。弁護人、何か反論はありますか？嘘だろ、まさか。こんなところで。ってことは、まゆちゃんが持ってるあれじゃないと、見た目の作戦のあの状況が説明できないってことになっちゃうのか。弁護人の虚しい抵抗もこれで終わりでございますね。本当にオフだったんですか？やはり被害者が聞いていたのは被告人のストラップの音だった。つまり、鳥姫様である被告人が犯人だったということです。何かないのか。本当にオフだったんですか？オガムの死の瞬間に流れたあの鳥様のテーマ。愚僧も盗聴器を通じて確かに聞きましたぞ。本当に聞いたんですか？それならどうして今まで証言しなかったんですか？明白。愚僧は知りませんでしたからの。てかちょっとさ、いい加減録音聞こうよ。まさかあの音楽についてそんな議論がされていたとはね。ふむ。議論がなされたのは最初のが霊媒される前でしたら。じゃあ、時計のアラームがオフになっているというのが、嘘という可能性も、無残、惨めですな。そんな無駄な嘘をつきはしませんよ。アラームがオフになっていることは時計を調べればわかりましょう。そうですよね。そういえば。うむむ。ほほう、いいではないか。なんとも言えぬこの質感。そうだね。レイファさんも確認してましたけど。そしておそらくこのスイッチを入れれば、あ、そっか。オンになってなかったか。あの時確かにスイッチがオフになっていたな。嘘ははっきりと聞いたのです。しっかりと記憶しておりますよ。特徴的な太鼓の出だしもね。あ？待て。おっと？太鼓の出だし？それもしや、殿様のテーマなのではないでしょうか。殿様のテーマ、ポコポン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 でしょ？あ、違う、トコトン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 が、殿様んで、鳥様は、なんかちょっと違うよね。なんか民族チックな。あ、そう、トコトン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 だった。これは殿様ですよ。特徴的な太鼓の出だし、これは、ありがとうございます。むしろ丸める、アータムさん。決定的な、ものになるんじゃないでしょうか、これは。でもなんで殿様んだろう。確か、迷いちゃんが誰かと交換したんだよね。で、その持ってる相手が、つまり犯人ってことになりますね。長い裁判でしたな。そろそろ判決に移りましょうか。
決定だが、ここに放たれましたね。はい、霊媒を解いて、祭司殿の御霊を解放して差し上げましょう。冥界に戻る前にサーラに一言。お待ちください。まだ終わってませんよ。待ってください。これは、裁判長、決定的ですね。なんでしょう。祭司さんの証言は、ある証拠品と矛盾しています。聞いてみましょうか、みんなでね。この子に呼んで、まだ醜く抗いますか。その姿、まさに地獄のガキのごとし。この証拠品を見れば、そんなこと言えなくなりますよ。さあ、突きつけてやるんだ。この決定的な違い。皆さん聞きましょう。被告人が持っていたトリサマンストラップですよ。それがどうしたというのだ？このストラップからトリサマンのテーマが流れるようになっています。さあ、聞いていただきましょう。冥界戦士、トリサマンのテーマを。トコトン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 じゃないだろ？違いますね。めっちゃ驚いてたな、裁判長。分かっていただけたでしょうか？お分かりいただけただろうか？オガムさんが最後に聞いたのは、トリ様のテーマではない可能性があります。はい。よく似たね。別のものがあるんですよ。よく分かりませんな。トリ様のテーマでなかったら何なのです？オガムさんが最後に聞いたのは、みんな大好き。トノ様のテーマ。逆再シリーズおなじみの、トリ様のテーマの出だしに太鼓は使われていません。オガムさんが最後に聞いたのは、大江戸戦士。トノ様のテーマです。静粛にして、弁護人。トノ様とは何ですか？ですね、よく似たキャラクターがに、我が国でもね、人気なんですよね。大江戸戦士トノ様、日本の特撮ヒーローです。トリ様のテーマはトノ様のパク。よく似てるんですよ。とても似ているので、トノ様を知らなければ間違えるのは当然です。つまり日本のヒーローの曲が流れたということは、被告人が隠し部屋にいたという動かぬ証拠ではないか。いやいやいや、違うんですよ。いいえ、それが逆なんですよ。逆？はい。被告人はある熱狂的な鳥様ファンと出会い、そう、交換したっていう話だったんですよね。友情の証に鳥様ストラップと殿様グッズを交換したのです。これ誰かまだ分かってないけど、なんだと？その熱狂的鳥様ファン、オガム氏を殺害した真犯人ということですか？これ誰でしょうね。はい。そしてその人物こそが、サーラ・アータムさんなのです。あ、サーラさんなんかやっぱそうなんだ。弁護人はその主張を裏付ける証拠を出せるのですか？これまで主張を2点3点させてきた以上。証拠か。これ以上の誤りは人様もお許しにはならないでしょう。うわっちょっと待って。ゲームオーバーじゃねえか。一瞬のミスが見の一人だ、これ。これぐらいの罰の覚悟はしていただかなければなりませんね。もちろん覚悟の上ですよ。これがミスった瞬間、弁護罪。即弁護罪。冷静に証拠を読み返すんだ。今のうちに見とこう。サーラさんの写真があるやつといえばもう家族の写真しかないので、はい。殿様ウォッチと交換したんだね、確かね。まゆちゃん。サーラさんの左手に輝いてますね。殿様ウォッチが。よし、これなら大丈夫なはずだ。俺の手が滑ってミスらない限り。それでは、弁護人。証拠品を提示いただきましょう。サーラさんがオガムさん殺害の犯人であることを示す証拠品は、ミスんなよ、俺。ミスったら終わりだぞ。
よい、これですよね。単独写真ですよね。はい、見てください、この家族写真に写っています。サーラさんが被告人とグッズを交換したという証拠が。ただの家族写真ではございませんか。俺のどこを見ようと申されるのでしょうか。するなよ俺。あ、でもこれはまだ一個でいいんだな。被告人がサーラさんのグッズを交換した証拠はこれです。これさ、ちゃんと刺さないとね。ここを見てください。サーラさんの左手首を見てください。ここに見えているのは殿様のトレードマーク、ちょんまげ。あ、よく見たらそうだわ。なんちゅうデザインだこれ。なんちゅうデザインですか。これあなたも知ってたでしょ。これは明らかに殿様の腕時計です。そっかそっか、サーラさんだったか。奥方にそんな趣味があったなんて初耳ですな。我々も初耳ですね。この家族写真はオガムさんの殺害直前に撮られたものです。まあ、偶然なっちゃったんでしょうね。この時点でストラップは被告人に、腕時計はサーラさんが持っています。つまりオガムさんが最後に聞いたのはサーラさんの腕時計の音に他なりません。太鼓の音は聞き間違いだった。証言を訂正する。待て、録音を聞けばはっきりするだろ。それは妻はそんな腕時計など持っておらん。本当だ、裁判長殿、信じてくだされ。結局ね、その録音を聞けばいいんだから。今を万度も冷まし出た死ぬけ誰がさよそのか。皆様、弁護士の口車に惑わされてはなりませんよ。なんだなんだ、那由他検事、しばらく黙ってると思ったら一体どういうつもりだ。この弁護人の船舶なる主張には大穴が開いております。何、大穴だって、そんなはずはありません。いいえ、ぽっかりと開いておりますよ。何ですか。向こうを覗き見られるほどの大穴があなたの毒ザル脳みそにもね。サーラさんだから、その妊婦だったから。あ、やっぱそうか、そこかな。そんな人にやれるわけないでしょうと。いや、まあそうなんだよな、確かに。サイさんを殺したのも何、サーラさんってことになるの。なんで。いろいろおかしいんだよな。サーラさんが革命派だったとして、取姫、まあその100歩譲ってなんとか頑張ってオガムさんを殺したのは、まあ、ね、いいとしても、なんでサイさんまで殺す必要があったんだ。ゾンビじゃないんですから。ふう、死にかけ弁護士が何を言いますか。目先の問題しか見えないものは全体を見失います。まさに針を見てハリネズミを見ず、木を見て森を見ずみたいな感じ。もしも弁護人の主張通り革命派であるサーラ殿が鳥姫様である狼氏を殺害したのならば、鳥姫様は祭司殿が殺害される前に死んでいたことになりますよね。はいはい。そうですね、そうだと思いますよ。あ、それではあれか、第1の事件の、あの祭司さんの事件の時に出てた鳥姫様は何だったのかっていう話ですよね。それはさ、それはそれは何でしょうね。まあ、鳥姫様には祭司殿を殺害することができないではないですか。祭司を殺したのは一体何なのか、そこが判明しないとな。あ、そうだった。まあ、次はじゃあそこですか。答えていただきましょうか。誰がどうやって祭司殿を殺害したというのですか。これはサーラさん呼んだ方がいいのかな。サイスさんが自分で答えてくれればいいんだけど、あなた誰にやられたのと。分かっていただけましたか。自分の脳に開いた大きな穴の存在を。くえ。そういえばそうだったな、その話があったよね。このままではサイスさんを殺せる人間がいなくなってしまう。
頭を打ち抜かれたゾンビは冥界に旅立つべきでございましょう。さあ、諦めなさい。しかも見た目の託戦ではっきりサイスさんは鳥姫見てんだよな。鳥姫の前、姿をね。ここが正念場だ。押し負けるわけにはいかない。もう一度考えろ。考えるんだ。まあ、オカムさんが鳥姫様の服を着てたとして、で、サーラさんがまずオカムさんを殺します。で、それでと、扉がま、回って、で、そうだなぁ。それで、サイスさんを殺害した真犯人の正体を。お!ここで考えると。オガムさんが鳥姫ならば、サイスさんを殺害することはできない。そうだね。ならば一体誰が、もう一度事件の流れを整理して真相を導き出すんだ。サーラさんしかいないんじゃないのか?事件前の現場を知ることができる証拠品は、事件前の現場、迷いちゃんの証言書ってさ、証言書ってさ、なんか正義に着いたら泉が真っ赤になってたっていう、ということはもうその時点で、その時点で鳥姫というか、まあ、オガム様は殺されていたということになると。泉は儀式前から赤く染まっていた。まあ、これはでっかい問題ですよね。そうだ、迷い者の証言では、泉は儀式前から赤く染まっていた。まあ、それはわかるんですけど、ハイさんの事件前に泉が赤くなってた理由は、まあ、オガム様の血でしょうね。まあ、もちろん。オガム様でしょうね。ってことはもうその時点で、オガムさんの死体は、そうだ、儀式前日にオガムさんは隠し部屋で殺害されそう。その血が、泉に流れ出した。待てよ。サイさんはオガムさんが隠し部屋で死んでいたのを知っていた。そうだよね。それなのにサイさんはなぜ通報しなかったんだ?まあ、妻をかばってた。マヨイちゃんが犯人だというならその場で通報すればいいじゃないか。ねえ。サイスさんがその場で通報できなかったのは、隠し部屋、あ、隠し部屋を隠すためか。まあ、そうだね、革命派として。サイスはアジトを隠したかった。オガムさんの事件が明らかになれば、隠し部屋の存在が公になってしまう。サイスさんはそれを恐れたんだ。でもサイスさんは儀式を決行している。マヤちゃんに泉に流れ出た血を見られるリスクを冒してまで。それが一番わかんないな。なんでじゃあ儀式を行う必要があったのか。なぜそこまでして儀式をする必要があったんだ。儀式の途中で工作する気だった。あー。工作?オガムさんを、祈りの広場に。あと何その、聖域自体も、いろいろ工作したってことですよね。儀式の途中で隠し部屋の存在を隠す工作を行うつもりだった。だから隠し部屋で事件は起こってないよっていう工作ですよね。ってことは、祭司さんも、グルだったってことになるのかな。サイスさんもグルだったってことに、まあ、何かしら関わってはいるわけですよね。でもどうやって泉に流れた血を隠そうとしたんだ。水を抜こうとした。サイスの血で、あ、え、うっそ、そんな、え、それありえるかな。え、これマジでそんなことしたのかな。水を抜こうとする仕草なんてないですよね、別に。そんなのは、そんなのは聞いてないから、
迷いちゃんの血で、そこまでするかな。大志さんの血で、まあ一応これで、マジでやりますね、大志さん。そうか、大志さん自らの血で泉を赤く染めることで隠し部屋の存在を隠そうとした。でもそしたら死んじゃうじゃないですか。ついに分かったぞ。自殺したってこと？嘘嘘、マジで？なんだ今回の事件、怖っ。大志自身以外に考えられないでしょ。隠し部屋の存在を隠すために自殺したってこと？おい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 、なんちゅう覚悟だよ。まさかこんな真相が隠されていたなんて。すごすぎないか、革命派。サイスさんは自らの命を絶ったんだ。隠し部屋を守り通すために。まあ、あと多分サーラさんを守るためになんじゃないかな。サイスさんを殺したのは誰でもありません。サイスさんは、隠し部屋の存在を隠すために自ら命を絶ったのです。鳥姫は、じゃあ何だったんですかね。サイスさんが見た、見た者の作戦で見た鳥姫の姿は、まあ、戦取りの像のあたりに鳥姫さんがいたっていうのは、あれは、誰だったんですかね。まだいろいろわからないところもあるけども。なんですとすごい結論に至ったな、これ。衝撃度合いがすごい。アルメルさん、サイジ殿が自殺？そんなバカなことが。弁護人は今、サイジ殿の死を怪我しましたね。自殺ってさ、なんか確かそういう、なんか、あれだよね、宗教的にも一番良くない行為って言われてることだよね。自分で自分の元を殺すっていうのは。ボロ臓器のごとき、大きな矛盾を抱えた推理で。矛盾だって。まだ気づきませんか。足を見てタコを見ず。祭司殿が自ら命を絶ったのであれば、誰が狂気である探検を祈りの広場に移動させたのですか。俺もそれ考えてたんだけど、やれるとしたらもうあれだよね、サーラさんしかいないよね。祭司殿を殺害した後に狂気をオガム氏の遺体に刺す。それが可能なのは被告人だけでございます。確かに成田検事の言われる通りですが、弁護人の主張には少し無理があるように感じます。隠し部屋を隠すために妻子殿が自殺したというのも根拠としては弱いですしまあそうだね。その泉の水が赤いのをごまかすために自分で自殺して血を流すって、なかなかそこは発想がいかないけどね。ぐ。確かに探検はオガムさんに刺さっていた。だけど、彼の遺体は前日から広場に置かれていたんだ。あ、まあ、遺体に関して言えば、もう前日からね、前日からそこに置いておけばいいから、遺体に関してはいいとして、もうだから最初から、戦取りの探検を刺してたのかな？弁護人、反論はありますか？戦取りの探検の問題ですよね、問題はね。小川さんの遺体は意識前日から広場にあった。そう、遺体は別に移動は済んでるんだよね。つまり探検は、やっぱ探検も儀式前日から刺さってた。もともと聖域に探検はなかった。それはつまり、祭司は別の凶器で死亡した。これだ。そうか。そうだったのか。今更何が分かったというのですか。探検を動かす必要なんてなかったんですよ。
儀式前日から小ガムさんの遺体に刺さっていたのですから。何ですと。ということはどういうことですから。サイさんを死に至らしめた凶器は探検ではありません。事件後の聖域からは凶器など発見されておりません。もし自殺したんであれば、そこにあるものとしたら、まあ何でもいいわけじゃないですか。ってなると、あの戦鳥の、あのあれかな、結局その小川さんが死んだ原因になった、あれ。あれをまた使って自殺したのかもしれません。そこまで言われるならば見せていただけるんでしょうね。真の凶器とやらを。